丹下目池ちゃんの自然栽培米奮闘記。今日は2021年の6月18日です。昨日もう修理から帰ったばっかりのカルチがですね、もう全然動かなくなったので、まあ詳しくは昨日の動画見ていただいたらいいんですが、もうちょっと新品買うことにしました。もう時間のロスがもうもったいないっていう形で、まあすいませんって感じですね。で、今日は昨日のと遅れを取り戻すために、このミノルーの除草機に乗って昨日の続きをしようと思います。で、今このチェーンが横幅1メートルで、ついてるんですけど、このビラビラの長さに合わせて1メートル25センチにしたいと思います。まあ、ちょっと、まずはちょっとチェーンを切らなきゃ。出てきましたね。曇ってますけど、でちょっとこれ上げてみます。持ってくれたらいいんですけどね。じゃあ出発します。